はい、ではまだ続くデカール張りですね。よいしょ。そろそろスポンサーゾーンに入れるかな。まだかな。まだ厳しいかな。スポンサーロゴゾーン、まず狛犬をね切り出して、あ、これ違う、これは後で貼らなきゃいけないんだ。このアリタリアマークのこのマークを貼ってからじゃないとダメだった。しまった、危ない危ない。よいしょ。よいしょ。この緑ってデイトナグリーンですかね。デイトナグリーンかな。デイトナグリーンはなかったかな。あった、デイトナグリーン。なんかだいぶ近い気はしますね。ちょっと、でも実際塗ってみたら違うんかな。よいしょ。よし。ではこのねアリタリアのマークを貼ります。よいしょ。今回はいい位置来てくれてるかな。前回よりは良さそうですね。でもやっぱこれは仕方がないのかな。位置が、おう、めくれた、危ない。危ない、めくれてしまいましたね。今ちょっとここは隙間が空いてしまいましたが、よし、反対行きましょう。動いておくれ。この A のラインと合わせるか悩ましいところではあるんですけど、全体的なバランスを優先しましょうか。よし、この辺ですね。いきます。縮こまってるけど慌てずに対処。なんでここなんか色が薄くなりましたね。なんでここに、溜まってたんですかね、あれが、あれあれあれ、マークセッターがちょっとここずれちゃいましたね。なんで抜けちゃったのかな。多分マークセッターがここに溜まってたと思うんですが、よし。で、狛犬を忘れちゃわないうちに貼ります。あれ、狛犬、あれ、吹っ飛ばした。
マジで。うそー。すぐなくさないようにと思ってね、目立つところにと思ってここに置いといたんですけど。どうしよう。こっちにこれを貼ってっていう風にしましょうか。ちょっと探します。再生したらどこに飛んでったか見えるかな。そういうとこなんですよね、自分がよくやらかしちゃう失敗としては。なんかのこう気入れてる最中に別のことにこう集中しちゃって、で忘れちゃって、いざっていう時にあれっていう風になっちゃうっていうね。ちょっと探しますわ。またちょっと探しておきますが、よいしょ。ちょっとしたらこっちの方にこれを横のラインを貼ったやつを依頼者さんの方にはこうっていう風にするかもしれません。よいしょ。ではクォーターのスポンサーを貼ります。クォーターパネル、クォーターのスポンサこれぐらいの位置ですかね。よいしょ。よし。で、こちらを貼りましょうか。このドアパネルの前のところとフロントフェンダーのリアのところに貼るね、緑色のラインですね。だいぶちょっと集中力途切れてきてるかな。まあ2台目ですからね。よいしょ。いかんな。ちょっと今回はまあここのあの緑色のライン入ったところで終わりにしたいと思います。ちょっとね集中力途切れてきてるんで、この状態でやってもねいいものはできなさそうなので。よいしょ。じゃあ普段いいもの作ってるの？
これなんですけど、ここのラインのやつなんですけど、ここをね、ちょっと前にずらしてる関係上、ちょっとだけ前にずらします。これ、イラスト見ると、ここのね、ゼッケンと、この緑のラインのね、間、ちょっと隙間が空いてるみたいなので、で、これが全体的に前に行ってる分、ちょっと前にずらします。ずらして貼ります。で、ここの折り返しは、この前から吹きます。熱で歪むんじゃうんですよね、熱で。熱でやるやつの、まあ、仕方がないっちゃ仕方がないかもしれないですけど、熱を当てて馴染ませやすくするってことは、デカールが柔らかくなるんで、こういう風にね、ちょっとね、曲がっちゃったりとかするんですよね。この辺がやっぱり上手い人はそんなこと気にせずに晴れちゃうんだろうな。今ここのゼッケンのプレスラインのところの空気の入っているのを見つけてしまったので一緒に撮っちゃいます。よし、この辺ですかね。折り返しのところもね、こういう感じで貼ってます。見えてるかな、こんな感じになってます。はい、というわけで、ちょっとね今日はここまでにしておきます。今収録してる時間がね、あ、ちょうど22時22分。というわけで一回切ります。ご視聴いただきありがとうございました。